燃えるゴミ出てきてもらっていいですか。はい、燃えるゴミ OK。 来ましたね、来ました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 。大丈夫です。ではお二人じゃんけんしてもらって先攻後攻を決めてもらいます。先攻 R 指定、後攻燃えるゴミ。それでは R 指定に音、そして尺を決めてもらいたいと思います。まずは1曲目 DJ ハズ。DJ ガジロー。DJ バック。バクさん。DJ バック。バクちゃん来てよかった。来た意味あった。よかった。バクちゃんもう少しだけ音を上げてもらっていいですか。それでは8416に8小節4本勝負。今年の日本語使って一番バトル上手にできた人を決めたいと思います。あ、世界中、世界一ですね。おそらく日本語使うバトルとしては、はい、世界一決めたいと思います、はい、先攻大阪 R 指定、高校宮崎出身ではあるが福岡代表燃えるゴミ。この2人で決めてもらいたいと思います。8小節4本勝負、 DJ はバック。皆様よろしくお願いします。レディーファイト。どうどう来たなこの時が、しっかりと見せたらこのホットポリはまだ冷めてない。このビートの上、また乗りこなす燃えるゴミさん、ゴジュさん、お兄さん、こちら5時間なんてないな。バディマン価値観、価値観だ、もう一回見せたら価値観だ、でも頭ずだ価値観、価値観、ガチガチないんだ、でもそれほぐしてバッツみたいに煙に焚いたらハウハウハウハイ。お前のマイクロフォン使い方が間違ってない、これ濃厚じゃねならこちらイニミニマニも右に左も触れたら俺のもう西に東に南に来たラスプレイス。イニミニマニも見る見る間にも俺の方に関上がっているよ、わかるかな。お前はタイマーバックマークだけなら誰でもできるっちゅうね。楽屋にタイマー推理とんの、お前の首切る推理とんの、とりあえずビシャル 3P フォロー、さよなら首切り足はだれ。こいつのライブはネタ臭い、または彼女のタンポの匂いみたい、臭い臭い鼻詰まってゴミ箱いけそっと燃やして灰終了。灰になっても灰になれるだろう、面白い方に声上げとけよ。東京東京大阪大阪バボいや東京東京大阪大阪関係ない、お前の地元はどこだ、その話しようか。俺のこと持ち出しても全くラップになってない、ブリってるだけハイになるか知らんけど、これ試合になるか。俺余裕で勝ち、シラフのヒッピー、まず1点つける消えろよシッシュ。あれ韻踏んでないと中身がないラップじゃねえ、これ聞いてますよ、おかしくない。えいよこれはクセになるケミカルよりもまずは8球8球出す、まるで灰になる灰気がす、吸ってる新宿ライブのビガップ、まずはウローとサドの回転、クソのアホは消えとけ。おい不満でもラップできるわ、こっち向かってダンスダンス必死か、お前やってんのは踊り、俺が持ってんのは誇り、こいつが勝つそれはおごり、後でバーカンで飲むおごり、おごったろうかジントニックとウォッカ、お前が優勝順当にいくと思うな。おいおいそりゃ真面目に来たで思うぜ、嫁子がいる食わせねえといけねえ、金がねえバイト休みすぎたせ、メイクマネメイクマネ全くメイクマネ、そんな口言ったって仕方がねえ、お前の臭い口ふさぐだけ。 R して確かに人気だもん、でもこいつの金字塔は新人気もん。あ終了。ではしっかり決めてもらいたいと思います。いいですか、先攻 R して、後攻燃えるゴミ。まずは R して、はい、それではいきます。先攻が良かった方片手上げてください。それではいきます、レディージャッジ。勝者 R して、うん、俺はこれまで何でも勉強でもスポーツでも人に勝ったことなんかなかったけど、ラップで
どんなに力が弱くても頭が悪くても学歴がなくても前科がなくてもこうやってラップしたらみんなの頂点に立てるってことを証明できたと思う。まだまだまだ、いやまだやり足りねえぜ、やらしてくれ、もっと俺の話を言わしてくれ、なお前らの感性聞かしてくれ、もっと俺がこの賞金を光らしてくぜ。いやフリーターでもニートでも学生でも誰でもてっぺんに立てる、ガキの頃イケてなくてもスポーツができなくてもビートに乗れば俺がナンバーワンわかるだろう、マイクフォン握ってんだどっちだよ、マジで大観衆沸かしてやるぜ、こんなやつでもスクールカースト底辺からてっぺんまで取ってやる、これで宣言わかるか、yeah、これが俺がヒップホップに惚れた理由、来れば今日からは俺が基準。